はい、どうもセイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方をやっていきます。今回は3月19日に実装された、新キャラクター、2代目ミスター空手 MIA の、解説をねしていきたいと思います。ついに来ましたね、2代目ミスター空手 MIA。これはね、2代目ミスター空手の天狗のお面をつけたバージョンになってまして、 KOF のマキシマムインパクトっていうゲームに、出てくるキャラクターとなっております。で、中身はリョウなので、まあリョウがね結構年取った姿なんかな、なんか声がねかなり渋い感じになってるので、本当にリョウがこう年を取って成長した姿っていう感じと思ってるんですけど、どうなんですかね。まあ渋いキャラクターになっております。では早速ね見ていきましょうか。まずタイプがね防御型できてます。でこのゲームに関する量は全部防御型なので、まあ、R の量も防御やし、 UR のね2代目ミスター空手も防御で、今回のこの LR 量も、防御型できてます。で闘志が、蛇闘志、鬼蛇の魂ですね。で蛇闘志なんですが、非ダメージ時または敵味方死亡時も怒りが回復っていうことなので、メインはヘビなんですけど、亀効果もあるし、虎効果もあるっていうね、すごい高性能な闘士になってます。ではね、宿命の方を見ていきましょう。ですね、これね、宿命に関してなんですが、前にロバート11が確実にね、宿命にいたんですが、いつからかわからないんですけど、この極限流っていうところに、ロバート11ではなくて、ロバート02UM に変わってるんですよね。これって完全にサイレント修正ですよね。で僕は今日気づいたんですけども、これ気づいてる方いるのかな、ちょっとびっくりしたんですが、まあ、ロバート11やと結構難しいなって僕は思ってたとこなんですけど、まあ、これが、ロバート02の UM に変わってることによって、まあ、宿命自体がねすごい優しいっていうね感じになってます。全体的な宿命を見ても、 LR キャラクターがミスター空手しか使用されないので、初代のミスター空手ですけども、それしか使用されないので、宿命に関してはねめちゃくちゃ優しい難易度に、なってますね。これはサイレント修正っていう認識でいいのかな、バグとかではなさそうなんですけどね。まあそのあたりはまあ後日なんかあるんかな、そういうお知らせっていうのが。まあ宿命に関してはね今のところはすごいこう優しい感じになってます。でバッジが、第一バッジと、本が空手攻略門になってるので、まあ、この辺はあの初代天狗とね同じですね。ではこの防御型の2代目ミスター空手、マキシマムインパクトバージョンですね、まあ、つまり LR 量ですけども、能力の方を見ていきます。まずパッシブの方からね見ていきましょう。空手の手だれ、登場時自身のカウンター率を増加、ダメージ耐性を 10%、 防御力を 20%、 クリティカル減少率を 40%、 HP 最大値を 15% 増加、 HP が 50% 以下になると1ターンの間追加で防御力を 30% 増加、怒り減少効果を無視で、 HP が 25% 以下になると自身の通常状態異常と石化を打ち消し、HP を 25% 回復で、 HP が 25% 以下になる直前の攻撃者の HP 回復率を 40% 減少します。で、致死ダメージを受けると HP を 25% 回復で、必殺技耐性とスキル耐性を 25% 増加で、戦闘中この効果は3回まで発動可能で、自身の HP が 50% 以上の場合は味方が攻撃されると 20% のダメージを分担し、分担したダメージを 60% 分減少します。でパッシブのレベルを上げて上がっていくとこがカウンター率の増加で、デフォルトが 40% なので、ここはねレベルを上げていけばどんどん上がっていきます。はい、ですね、この能力はですね、まずこの文章を読んだ限り一切攻撃に関する能力がありません。火力を上げたり攻撃力を上げたりする、能力ですけど、全くねこの文章を見る限り書いてないんですよ。その反面、
防御を上げる能力、まあ、耐性を上げたり防御力を上げたり状態異常を解除したり、したりする能力ですけど、そういう能力がねずらずらっと書いてるんですよね。なのでこのキャラに関しては、攻撃を上げない代わりに防御力を全振りにした、まあ、本当にね防御型らしいキャラになってます。で攻撃的な能力が一切なくて、最新の LR キャラクターにしてはそれどうなのってね思うと思うんですが、その点を補うのが、このカウンターなんですよね。自身のこのカウンター率をデフォルトで 40% 上げるんですが、この数値はレベルを上げていけばどんどん上がっていくので、まあ、最終的に多分ね 70% とか 80% までこのパッシブスキルだけで上げていくことがね、できると思います。でさらにこの、2代目ミスター空手に関しては、このスキルを打った時にカウンター率を増加させる効果があるので、このパッシブのカウンタープラススキルのカウンターを上げカウンター率をですね上げていけばものすごいね恐ろしいカウンター率となるんですよ。やっぱね量といえばこのゲームにおいて量といえばカウンターが強いキャラなんですけど、この LR 量に関してもその点をねめちゃくちゃ強化されているので、攻撃的な部分がない反面このカウンターをねものすごい上げて、それでこうダメージをねしっかり取っていくっていうような感じになってます。ではこの LR 量のパッシブ能力細かく見ていきましょうか。登場時自身のカウンター率を増加した後に、ダメージ耐性を 10%、 防御力を 20%、 クリティカル減少率を 40%、 HP 最大値を 15% 増加。この4行でだいぶやばいんですけどあの防御力をねかなり上げまくるんですが、まずダメージ耐性 10% に関してはもう全部のダメージに有効ですよね。必殺技ダメージとか、スキルダメージ、そういうのをトータルして 10% 耐性を持ってます。でさらに防御力を 20% 上げて、でクリゲンも 40% 上げるので、まあ、クリティカルもなかなかね出にくくなってます。で HP 最大値を 15% 増加するんで、まあ、本当にこの耐久面をね、かなり、いきなりからもステータスを底上げしてるっていうね感じになってます。でこれだけやともちろん頼りないんですが、この LR 量に関しては HP が低くなるにつれてどんどんね硬くなるんですよね。でまず1段階目が HP が 50% 以下になると1ターンの間追加で防御力を 30% 増加、で怒り減少効果を無視します。なのでもともとさっき言ったように防御力を 20% 上げるんですが、 HP が 50% 切ると追加で 30% 増加なんで、つまりトータルで 50% の防御力アップになるのでめちゃめちゃ硬くなるですね。で怒り減少効果も無視するので相手の怒り下げ効果も全く食らわなくなります。でさらに第2段階がありまして、 HP が 25% 以下になると、自身の通常状態異常と石化を打ち消して HP を 25% 回復で、 HP が 25% 以下になる直前の攻撃者の HP 回復率を 40% 減少します。でさらにこの効果は2ターン無効にならず、打ち消しも、できません。これはだいぶ強いですよ。この死にかけたら HP をこう回復するっていう効果ですが、メイテン君とかでアッシュとかですね、ミズチも持ってるんですけど、この空手も持ってて、でその時にね HP を回復するだけじゃなくて、通常状態異常と石化も打ち消すので、まあ、状態異常になっててもそれもこう回復してくれるっていうことになります。でさらにこの効果は1ターンにね1回しか発動できないんですが、回数制限がないんですよね。これはえぐいですよ。つまり毎ターン HP が 25% 以下になったら、毎ターンこの効果がね発動します。この効果によってこのね空手が本当にねやられにくくなってる。さっき言った通り HP が 50% 以下になると、防御力をね追加で上げてるだけでも硬いんですけど、 25% 以下になると、その硬い状態でさらに HP と、状態異常を回復するので、まあ、本当にこうしぶといね、キャラになってます。でなおかつねこれがえぐいんですが、直前の攻撃者の HP 回復率を40% 減少して、これ2ターン無効にできないんですよね。
やっぱね、今の環境って HP 回復するキャラがねものすごい多くて、まあ、アテナ筆頭にね女神官とかメイティン君もそうですけど、その効果をでもねこれ HP 回復率を 40% 減少させる、しかもこれが打ち消しができないんで、これはねやっぱねものすごい重要な効果になってます。まあ、アリーナとかでもね今も10ターン以上経過することもねめちゃめちゃあると思うんですが、この空手の効果によってそれもねこうなくなってくるかもしれないですね。でやっぱねミスター空手といえばね踏ん張りですよね。初代踏ん張りキャラなんで、この2代目ミスター空手天狗バージョンももちろんねこの踏ん張りを持ってます。まあ、親父譲りのね能力なんですが、致死ダメージを受けると HP を 25% 回復で、回復量は HP 回復率に影響されない、つまりこれはねもう固定で HP を 25%、回復できるっていうことなんで、これは本当に強いですよね。もう固定なんで完全に踏ん張った時点で 25% を回復します。まあ、これ最大 HP の 25%、 つまり4分の1程度ですね。でその後に踏ん張った後に必殺技耐性とスキル耐性を 25% 増加、しかもこれが戦闘終了まで継続します。さっきの HP50% 以下で防御力を上げてる段階でさらに必殺技耐性とスキル耐性を 25% 踏ん張り時に増加するので、踏ん張ってからが最終段階のガチガチになりますね。でこの効果が戦闘中ね3回まで発動するんで、もう親父がね本当に1回だけやったんですけど、もうそれをねもう2回りも3回りも大きくして強くして戻ってきましたね。さすが息子といったところですかね。でこの効果があるからやっぱりねHP が低くなった時に HP 回復もあるんですけど、それとさらにこの踏ん張りを3回持ってて、で踏ん張り時に防御力をこう上げまくっていくので、まあ、本当にしぶとくてやられにくいキャラとなってます。はい、ここまででこの耐久力に関して、まあ、ものすごい強いっていうのはね分かったとは思うんですが、この LR 量に関してね特殊能力を持ってまして、ちょっとね見慣れない文章がね書いてるんですよ。自身の HP が 50% 以上の場合、味方が攻撃されると 20% 分のダメージを分担し、分担したダメージを 60% 分減少。この文章ね全然見たことないと思うんですが、この2代目ミスター空手 LR バージョンに関してはダメージをね肩代わりするみたいな能力を持ってるんですよね。でこの能力がねかなり強そうなんですが、自身の HP が 50% 以上ある場合、つまり味方が殴られたらその分のダメージをカットして、20% 要はカットするんですよね。そのカットした分をこのミスター空手本体に与えるんですが、その与えた時に 60% 分は減少されるんですよね。だから要はね入れてるだけで、この空手を入れてるだけで空手の HP が 50% 以上あれば味方自体も硬くなるっていうね本当にねえげつない能力を持ってるんですよ。でこの能力は中華版のデュオロンが似たような能力を持ってるんですが、このミスター空手に装着されてきたっていう感じになるんかな。なのでねちょっと妨害スキルに近いですよね。まあ、入れてるだけで味方全体が硬くなるみたいな印象やと思うので、ダメージを肩代わりした分をミスター空手本体に回すんですが、このミスター空手自体がやっぱ硬いんで、しかもダメージを 60% 分減少するので、なのでこの空手がいるだけでかなりこうチーム全体的にもね硬くなるんじゃないかって思ってます。いやどうですかねパッシブ能力、まあ、防御面でものすごいこうバフで固めていって、で窮地に立つとさらにね硬くなってどんどんこうやられにくくなっていくっていうね、そんなキャラになってます。で動画の時間がねもう15分ほど経っているので、今回は一旦ねこの辺りで終わります。で残りスキルと必殺技とあと動画で戦っているとこ見ながらね解説していくんで、まあ、その動画に関してはまた後日、明日か明後日までには
出そうと思ってるんで、よかったらねそちらもまた見てください。で今回はパッシブ能力ということで一旦ねこの辺りで終わります。またその続きの動画もねよかったら見てください。ではご視聴の方ありがとうございました。